さん、レアとのベラちゃんです。こんにちは。今日のビデオはですね、日本に来てからも何年も経ってるけど、もう慣れたことと全然慣れてないことがあります。もう慣れたこと、完全に慣れたこと、もう自分のことにしたの。メキシコに行ってもさ、帰っても別の国に行っても自分の文化に入れたりとか、靴を脱ぐこと。この前メキシコに帰って、家の中で靴を履いたままに入る、それがもうちょっと無理。でも床はね、もう木じゃなくてコンクリートだから、もうしょうがない、靴履いたままに入らないといけないけど、もう本当にもう嫌だね。あと2つはトイレットペーパーは流すこと、いろんな国が困りました。あとトイレットペーパーはゴミ箱に入れる、でも日本だとそれは禁止でしょ、全然ダメだよ、流してくださいっていろんなサインがあるじゃないですか。それも完全に慣れた。でこの前は韓国に行って旅行でね、なんかトイレットペーパーは流さないでくださいって書いてあって、じゃあどこに捨てたらいいのかって、そしたらゴミ箱がありました。気持ち悪いと思って、もう本当にやだ。まあ、じゃあ今度次のビデオに慣れてないことについて話したいと思います。このビデオは面白いと思ったら登録、チャンネル登録、高評価お願いします。また見てください。